さあ、そして打席には横尾が入ります。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、一打先制のチャンス。まあ、この辺りで金が1つ増えましたが、一打を破り一撃が欲しいですよね。なるほど、そうですね。さあ、まず1球目、まずは変化球、緩いボールしっかりと見極めました。外のボール打った、ワンバウンドヒットになりました。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。ファイターズ先に点を取りました。1対0、主導権を握っていきます。さあ、先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。そうですね、あのコースを狙ってたって感じの打ち方ですよね。ここで先制点が入りました。